キツネタケは、ヒドナンギウムカキツネタケ属の菌類。英語圏では、デシーバー、ワクシーロカレアなどと呼ばれている。過食のキノコで、北、アメリカ、ヨーロッパなどに見られる。個実体は変化しやすく、洗いざらしたように泡褐し色で、色が薄く見えるものもあるが、若いものはもっと、赤、橙い桃色などの色のような茶色である。胞子は白い。この種は、 キノコ狩りをする人々からその数と平凡な形からマッシュルームウィードと呼ばれている。最初にこのキノコの記述が見られるのはチロール人のジョバンニアントニオスコポリーが1772年に原竹属に分類しアガリクスラカタスとして記したものであると言われており1884年にモーデカイキュビットクックが現在の学名をつけた。ラカタスはラテン語で 光輝くを意味する形容詞が語源となっている。古い文献にはカヤタケ族に分類されて、クリートサイブラカタとされていることもある。チャールズ・ホートン・ペックの記述した変種バリエーション、パラダイホニアは北た、アメリカに一般的に見られる変種である。世界中で見られる種である。この種は、他のヒダのあるキノコや、キシメジカと関係があると考えられていたが、最近、 ヒドナンギウム科に分類されるようになった。携帯にヘミがあることからデシーバーという英名をつけられた。その他にもラクラスターロカレア等とも称され、サポテカ人はキツネタケ族の他の種も含めベシア、ラディビーニーと呼ぶ。小さなキノコで、傘の大きさはおおよそ6センチメートルである。傘はまんじゅう型をしており、オイルにつれて傘を開き平坦になっていく。また、 最終的に逆付きのような形になる場合もある。傘が湿っている時や、若いものは、サーモンピンク、レンガ色、赤茶色、茶色等を多様に変化する。乾燥したもの、老齢のものは、若干白く濁り、色が鈍くなる。柄は、線以上で、長さは5から10センチメートル、幅は0.6から1センチメートルである。膝は不規則で、膝同士の間は広い。 ヒダは、死で生か自家生で、色は傘に似る。熟成した胞子は白い色をしている。胞子門は白く、胞子は丸く、棘があり、直径7から10マイクロメートル。肉は薄く、味は、ほとんどない。フランスの菌類学者、ルネメールがアシ種と考えた大きつねたけは、ヨーロッパに自生する菌炎種で、細かい鱗のある傘を持ち、湿った。 環境下で見つけられる。胞子は楕円型に近い。カリフォルニア州で発見されたユーカリの下に生える、キツネタケは、オーストラリア原産のロカレアフラタニだと判明した。キツネタケは、森林、ゲニアや土の少ない場所など様々な場所に散見される。北半球ではとても一般的であり、涼しい気候を好みがちである。キツネタケは金根を持つ種類であり、 いくつかの種は松か、ブナか、カバノキカなどの木に生える。ヨーロッパ、北、アメリカ、メキシコ、コスタリカなどで見られる。キツネタケ族のキノコは貧困を持ち、繊維の初期段階から侵入してくる、パイオニア種であると考えられている。過食であるが、本種に似て、知子毒を持つ、小さな茶色いキノコが他に存在するため、種の判別は、 非常に重要である。このキノコは、メキシコのワイハカ州に住む、サポテカ人が、伝統的に食べている種でもある。匂いは、キノコらしい良い香りであるが食感が、ややボソボソしていること、非常に小型であるため、キノコ狩りの対象にはならない。スコーポリー、ジョバンニアントニオ、フローラカルネオリカ、P444 ニルソン S& パーソン O、フンギオブノーザインヨーロッパに、 ジル、フンギ、ペンギン、P36、ISBN0 から14から063006から、6A ビガリバヨリジル R、キャバレロ J、エストラーダトレス A、シフエンテス J。Understanding Cultural Significance, The Edible Mushrooms Case.Journal of S. の Biology and S. の Medocine 3, 4, 土井、10.1186。10. 1746426934http:/www.pubmedcen.nih.gov/.articler.fcgi? l アテット =177 万97672008年9月9日、閲覧。ロジャー・フィリップス・マッシュルームズ・パンマクミラン。 P102 ISBN 0から330442376ラメーソンジーン・ルイスパレスジーンマリエザグレート・エンサイクロペディアオブママ 83, 5, ア・マッシュルームズコニマン P83 ISBN 3から833112395 AB デビッド・アローラマッシュルームズ・ディ・ミスティファイドテンスピード・プレス P172 ISBN 0から898151694 ありがとうございます。